な気持ちは、とても嬉しくて、ほっとしております、ご意志名をもらい、とても嬉しいんですが、ここからがスタートだと思っております、今まで、社会人で、力つけてきたことを、プロの舞台でも、存分に発揮できるように、頑張っていきます。指名の瞬間はどんな風に過ごされていたんでしょうか。はい、監督と一緒に部屋で、映像を見てました。指名されてから少し時間が経ちましたが、どなたかに伝えられましたか。はい、まず最初に両親に伝えました。どんな風に言われました。おめでとうっていうを、いただいて、なんか頑張ってきてよかったなって思ってます。技術面では特にどういった部分を磨いてきたんでしょうか。はい、球速を上げるのはもちろんですが、他にも変化球や、マウンドさばきなども、意識して練習しました。リーグ優勝を今年達成した阪神タイガースですが、チームのイメージ、印象どういったものがありますか。はい、堅実な野球をされていて、打撃でもすごいですし、投手を軸に、勝ち上がっているチームだなと思っています。そんなタイガースを率いる岡田監督のイメージはどうでしょうか。はい、やっぱりあれをめがけてとても、なんていうんですかねあれにめがけてとてもすごい思ってます。阪神ファンのイメージがあれば教えてください。はい、とても熱心的で熱い応援をされるなって思ってます。ではピッチャーとしての石黒選手の持ち味、どんなところだと思ってらっしゃいますか。はい、回転数の多いストレートと、カットボールが武器です。プロで対戦したい選手、教えてください。はい、同い年の中日ドラゴンズにいる石川昂弥選手です。高校時代も対戦がありましたね。はい、そうです。じゃあプロになって改めて。はい、そうですね、違うチームですので、そういう機会を持ってこれるように、まずは自分が努力して頑張っていこうと思ってます。石黒選手が目標にしている選手を教えてください。はい、まずは同い年の佐々木朗希選手を目標にしていて、同じ世代で同じ年なので、まずは同じレベルに立って、自分が活躍できるように頑張りたいです。ではプロでの目標、抱負を聞かせてください。はい、これからスタートですので、まだまだやることがありますが、社会人でやってきたことをことのように積み重ねて、一つ一つ力をつけて頑張っていこうと思っています。タイガースファンの皆さんに一言お願いします。はい、ファンを盛り上げられるような、投球をします。応援よろしくお願いします。